続いて社長賞を発表する。それでは若どうぞ。私の父であるプレジデントはただの兵器開発会社でしかなかったシンナーを世界一の企業へと発展させ、皆に魔鋼という名の富をもたらした。そんな偉大な父にまずは感謝の意を表したい。この中継を見ている者の中には、新たな社長が私のような若造で不安に感じている者もいるだろう。しかし私は断言する。シンラカンパニーは永遠であると。我々は今多くの問題に直面している。世界は変わらなければならない。古い殻を脱ぎ捨て勇気を持って進まなければならないのが今日がその第一歩となる。私が道を示そう。恐れずについてきてほしい。皆約束の地にたどり着けるまで高潔で揺るぎない精神を持って責務を全うすることをここに誓う。さあ諸君、新たな世界を一緒に作ろうではないか。それでは社長賞を発表する。社長賞はミッドガル第7歩兵連隊。それではタイを代表し、そこの3名上がりたまえ。どうした？たった今ルーファス社長に指名された隊員たちが壇上へと上がっていきます。蹴れ。キデンたちの力強いパフォーマンスをたたえ、ミッドガル第7歩兵連隊に社長賞を授与する。おめでとう。ルーファス社長が隊員たちに意味合いの言葉をかけています。対する隊員たちは万感のか、この者たちと直接話をしたい。放送を止めてくれ。はい、さっさと動かんか。駆け巡っているのかもしれません。どうなってんだ。すまねえ、ちょっと通してくれ。待て、見ろ。おいおい。